メインチャンネル柴犬ルルに缶蒸気の動画をアップしました。すると早送りだったため、もっとゆっくり見たかったというコメントが一件だけ届きました。物好きな方です。もしやそういう意見がまだ眠っているかもと思いまして、サブチャンネルの方にアップさせてもらいました。実は去る2021年3月7日、奇跡が起こりました。柴犬を飼っている人なら誰でも知っている柴犬ライフさんに、柴犬ルルとこちらのサブチャンネルが両方同じ日に掲載されたのです。ネット版です。メインチャンネル柴犬ルルではパソコンを邪魔する犬が取り上げてもらいました。こちらのサブチャンネルはパートさん1ミリも動かず働いてくださいというブラック職場の柴犬監視員という動画です。パソコンを邪魔する犬は面白くできたと自画自賛していたので、よくぞ柴犬ライフさん見つけてくれましたと思いました。驚くのはルルママ柴犬ルルショートの方です。ほぼ見る人がいないこのチャンネルを、よくぞ柴犬ライフさんは探してくれました。柴犬監視員の動画をチョイスするなんて、柴犬ライフさんマニアックですね。静止画像で17秒のため、何が何だか分からず不完全燃焼だったのか、他の動画も見ていただけてとっても嬉しかったです。パソコンを邪魔する犬の方は3000回視聴、近頃低迷だったので楽しい一日になりました。柴犬ライフさん、ネタがなくなったらいつでも柴犬ルルに帰ってきてください。半年後でも1年後でも、柴犬ルルは柴犬ライフさんを永遠に待ち続けます。ありがとうございました。以上、この缶蒸気だけはルルがプードルになったらなって思う飼い主でした。それではごきげんよう。